今日はめちゃくちゃいい天気なんですけどね、なんか今日は午後からはあれみたいですね、あの天気が崩れてくるみたいで、こんなにいい天気なのに。ってことは明日は雨なのかな。ここからちょっとあのトンネルすげえ続きますけど、あの心して見るように違うかちょっと長いですけど、トンネルが、まあ、あの画面をタッチしてもらってヒューって横にスライドしてもらうと、あの結構早い時間スキップできるのでトンネル好きの人は見てください。トンネル嫌いの人はスキップしてください。今日はね、今日は結構あの、まあ、運転時間で考えると、まあ、みっちりかなって感じするんで、ちょっと順調よくあの走っていきたいなってとこなんですけどね。今日はまずはあの卸しからですね。卸しがうまくいくかどうか、そこからだと思います。前そうや、あの僕はあのこのライトってオートライト大好きで、オートライト使うんですけど、前なんか X かなんかで見てたら、あのオートライトがやっぱ嫌いって人がいっぱいいて、オートライトなんてなんかなければいいみたいな、必要ないみたいな感じで、なんかこういうなんていうんですかね、ちょっとした高架とかああいうとこで電気がいちいちつくから嫌だって言って、なんかそういうのコメントが書いてあったりしたんですけど、でもそもそもオートライトでそこのくぐった時に電気がつくんやったら、そこ暗いんじゃねと思いませんか。暗いんやでついてよくねって思いませんか。僕はなんとなくそういう考え方の人なんで、いやそれはオートでついた方がいいんじゃねえかな、つくってことはそもそも暗いんやろうでついた方がいいらって思うんですけどね。なんであのなんかオートライト嫌いな人はこの電気をつけたがらないんですかね。なんなんですかねあれねなんであんなにつけたがらないんですかね。なんかちょっとのなんかちょっとのコメントっておかしいな。ちょっとコメントをこう見てたんですけど、なんかその自分のつけたいところでつかないから嫌だとか書いてあったんですけど、僕からするとこのオートライトももうつくのおっせえわと思いますもんね。もっと薄暗い状態でも早うついてくれって思います。つくのが遅すぎて、なんかすげえ暗くなってからつくもんで、もっと早くついてほしいなみたいな。今僕はあの新しいノアを乗ってるんですけど、あれなんかめちゃくちゃ早いんですよ。もうちょっと薄暗くなったぐらいでもうすぐパッてライトつくんで、ヘッドライトが、もうあのぐらいで本当いいっすわ。もうえいスカニア、うえーかっこいいな、本当そう思いますわ。そのぐらいでなんかちょうどいい。結構真っ暗になるまでヘッドライトつけない人もいますもんね。なんかつけた方がいいような気がするんですけど、まあ人それぞれの考え方ですかねあのそうだと思いますけど、
ちなみにこんなこと喋ってますけど、投稿とかほぼほぼなんですけど、コメント枠閉じてるんでコメントこんなこと言いながらも何のコメントも返信できないというね、聞いてもらってる方に とっては申し訳ない話なんですけど、ちょっと僕の方が対応できないかもしれないのでもう閉じちゃってますけど、やっぱコメントとかってやっぱもらうとやっぱ返したいんですよね。なんかこうやり取りしたくなるじゃないですか。やっぱこう返信したいなって思うんですけど、やっぱ時間的なものもあって、仕事しながらだと、でさらに動画の編集とかもいろいろしてなんて考えると、やっぱね、あっちもこっちもいろんなことでやってるとちょっと厳しい、時間的に厳しいので、どこからかはこう線を引いて、ここからはもうやらないっていうのを決めないともうパンクしちゃうんで、もうすでにパンクしてるかもしれないですけどもうインスタとかああいうのを投稿しだしたらもうパンクしちゃいます。でも写真好きなんで写真もやっぱ投稿していきたいなって思うし、やっぱ写真面白いんですよね。今朝も数枚パチパチっと撮ったんですけど、なんかスナップ感覚でささっと撮ってくなんか写真が最近ちょっとずつ興味が湧いてきて、そういうのをちょっと撮るようになってますね。スナップ写真ってね、あまり人が見て多分おおってなるようなあれではないですけど、もう僕の本当に日常をパツ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 撮ってるだけなんで、やっぱねそういう風景とかでもスポットに行って写真を撮るとおおっていう写真がね撮れたりしますけど、でも僕の中ではスナップ写真で今はいいかなって感じ。なかなかその撮影スポットにも行けないっていうのもあるんですけど、時間的なもので、普段のそういうのを切り取って楽しんでますね。聞いてねえかそんなこと、とりあえずちょっとトンネル長いですけど走っていきましょう。今トンネル長い区間結構話したんですけど、なんとか繋がったかな繋がってねえか。通行止めになるんですね、ここ清見から小矢部ジャンクション、毎回のことなんですけどね。こう結局工事とか入るともう単線なんで正直どうしようもないですよねもう通行止めにせざるを得ないという、なんで夜に通行止めになるのはしょっちゅうなんですけどね。この間は一車線規制とかにできないんであれですよね、絶対通行止めになるっていうね。
早くあれですね、この4車線化っていうか片側のこの2車線になってくれるといいんですけどね、まあ、なかなか今工事してますけどね、その辺とかもなかなか大変ですよね、まだまだ。ここなんか向こう側になんか道ができてるけど、ああここに繋がるんか、ここに車線でここに繋がるんか。今横にあれですもんね、なんか一コロかなんか通ってるんで、どうするんやろうと思ったら、そこちょうど2車線やでそこを使うんかそういうことや。うお、またスカニが来た。かっこいいな、雰囲気あるな、やっぱり。あの雰囲気で仕事がしてみたいべ。やべえぐらいのトンネル量じゃないですか。ほぼほぼトンネル走ってませんか、これ、ね、この先まだ8キロもトンネルありますよ。8キロって。この壁に何キロ何キロって書いてあるんで、もうそれを見ながら数を刻んでいってください。次は多分あと6キロみたいな風になってると思いますけど、どっかにあるはずですよ、もうちょっとしてからか。全然いい。あ、こっち側に書いてあった。6キロ。これ交互に書いてあるのか。こっちと交互に書いてあるのね、これ多分。今気づいたけど。結構長いね。あ、ここに書いてある。ほら、あと5キロ。すごいね、これを、ね、
トンネル工事で掘ったっていうのがすごいよね。なんかでもこの横の白いタイルみたいなやつがめちゃくちゃ剥がれてますよね、これめちゃくちゃ剥がれてるよね、これ。下のタイルを白くすることでこう光をあれなんですかね、明るくっていうかこう分かるような感じにしてあったり、なんかいろいろあるんですよね、多分ね、この意味が。やっぱライトが見えるとかブレーキ踏んだら分かるとか、そもそも中を明るくできるとか、なんかそういうのがあるんですかね、わかんないですけどでも実際こういうカーブとかで前の方でブレーキ踏んでたりすると、こういうとこに反射、壁に反射して、あ、なんかブレーキ踏んでるなって分かりますもんね。そういう理由でつけてるのかな、やっぱり。僕はそんな感じでなんか見えるでありがてえなと思ってるんですけど、本来の意図は分かんないですけどね、どんな理由でつけてるのか。だってたまにこういう何白いやつをトンネルの中で掃除してる時あるじゃないですか、ね、ああいう掃除した後ってトンネルの中めちゃめちゃ明るくなりますからね。やっぱこの反射的なやつで明るくできるっていう効果もあるのかもしれないですけどね、わかんないですけどお、あと1キロさあ、約9キロのトンネルを僕はなんとか喋りでつなげれたでしょうか逆にもう黙っとれってではここからは普通の走行動画をお楽しみください。除雪作業のなんていう旗片付ければいいのにね。もう、わあ、これはスピードが出るわ。すげえ下りがきついんで、ここ。
ごい白いね、今日真っ白になってるね、向こうから遠いところ。昔なんかあっちの方のなんか山が見えてるのが、あら、もしかして蜃気楼じゃねえかとか思ってましたもんね全然普通にあるそこにある山ですけど蜃気楼じゃねえ。ちょっと行ったところの、あのインターで降りていくんですけども、もうね、皆さんあのびっくりしないでください、ね、今日はですね、なんとスマートインターで降りていきますなんとスマートインターでうるせえかはい、今日はなんとスマートインターってところで降りていきます。あー、しょうもない すれば、もうあの2車線できるんじゃないですかね。もうなんか工事もあとちょっとみたいな感じになってきてますよね、これ。あとちょっとってわけでもないのか。でもある程度はできてますよね、これね、もう。
と後ろ抜かせるよごめんね。どういうことこれ、こっちに迂回してくださいってなったら、こういうこと、工事してるなんて知らなかったから、え、行けるのこれめっちゃ怖いんだけど、まさかの、まさかの迂回になってんだけど、行くってこと？わ、これはちょっと怖えな。いけんな。え、どういうことやろ？ちょっと待って。ここか。向こうの方が広いか。あ、こっちの方が広いけど。4.0 大丈夫やな。
ういうこと？なんかすげえ遠回りしてる感がすげえ今のまっすぐ行けば道出れたんじゃねえのかな、これ違うんかな。どうなんやろ。あーでもなんかまっすぐ行けば行けたっぽいな。え、ちょっと待って、この道は何？あ、これ違うか。え、これどういうこと？え？これ行けんじゃん。え、どういうことこれ？これ完全に迷子やね。迷子になってます。え、どういうことこれ、全然どういうことこれ、どっから行けばいいのこれ。ちょっとは予想外やけどこれ、はあ、大変なことになりましたこれ。皆さん大変なことになってしまいました。変なことになってしまいました。これはでもさっきね、後ろから来てた車が、あの道行けんのかい、あの道は行けんのかい。これいける？ちょっと待ってよ。あそこ曲がれるかな？行けるな、曲がれるな、なんとか。いやあ、参った。いやいやいや、いや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 、あの非常にビビりましたねこれはね。
りしましたね。皆さんびっくりしませんでしたか。ちょっとこれこんなあれやね、こんな面白いやつあれでしょう。日記で出した方がいいんじゃね、これ。ちょっと待ってよ。ごめんね、ちょっと待ってよ。ねえ、こんな面白いやつ。迷い込んでまったやつなんて。特別日記で公開するかもしれないですね、これ。まあ、ということで、とりあえず、ちょっとね、卸先まで、まあ、ここはもう、分かってる道なんで、大丈夫なんで。いやー、焦りましたわ。もう当分やっぱあれでしたね、なんとでしたね。なんとこんなことが起きるなんて。うるせえな。はい、以上です。